ただいま。ただいま。疲れた。うん。疲れたね。酒飲もう。一回にさダウン脱いだりしないよ。なんでカオダウン脱がないの、いつも。好きだから。気持ちいい。好きだから。それでもお酒飲む人いないと思うよ、僕。でも冷蔵庫ぐらいの身長。冷蔵庫よりでかいじゃん、トム。やった。伸びた汗。伸びたんじゃない？嘘。嘘。え？お夕飯。腹ペコペコだよ、僕は。作って。作って。何それ、ラケット。本当にお腹が空いてる。もう余り物でなんか作ろうって。うん。今日はトムと同じズボンで一日過ごした。はい。何個渡してくんの？で無限にあんだもん。しまってないだけだよ。今日のお夕飯はキャベツと鶏肉使おう。じゃあ今日は味噌汁ね。うん。最近ずっと作り続けてる味噌汁。俺も使うか。使うか。あ、もやしも入れよう。じゃあこれも入れてみるか。もやし味噌汁つくか、ね。うん。片栗粉なしがいいね。見て、鬼。鬼？はぁ最近、うん、カホ、おじさんになってる。おじさん化してるよね。自覚あり。自覚？最初よりはあるでしょ。あるね。最初って、もうめっちゃ最初のこと？お付き合いたて。そんな時は女の子だよ、まだ。レディ。レディ。ガール。最初の頃のカフは可愛かったよって、うん、料理うまぶってくれてよかったよ。そうやに何でも焦がす人だとは思いもしなかったよ、僕は。その時はだって、うん、トモヤにいいとこ見せなきゃいけないから隠れてクックパッド見て覚えて、うん、これ小さじ1だよ、レシピ知ってるぶって。そう、そんなことめんどくさいって気づいた。必要がなさすぎると気づいた、うん、最近何どういった点で、うん、他のおじさん化が進んでると思う。僕が一番多いのはやっぱ、うん、みたいな顔。温泉のおじさんじゃん。そうだよ、僕普通にさ、カオがお風呂入った時に聞こえる時とかあるから、ね、嘘、聞こえんの。いやみたいなやつ。え、カオ昨日一人で行ってたよ。一人で。トモヤはさ、家いなくてさ、ああ家にカオが一人でお風呂入って、ああ、ああ、キョッチー。だって、すげえ言うもん、カオそれ。いいじゃんね、みんなも言うでしょ。やつはお酒ね、お酒飲んで、ああ、みたいなやつ。それが顕著かな。いや、お酒飲むのはいいんだよ。飲んで、ゴクゴクゴク、なんか昔はそれをふざけて言ってた。あー、しみれるみたいな。昔はふざけてたんだよ。違う、昔のカフはこうだよ。飲んでビリ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 って飲んでるカフは。何、10万ボルトかな。掛け声的なの。掛け声だね。吠えちゃうよね、うん、よっこいしょ、ね、そう、よっこいしょもよく言うようになったね。よっこいしょ的な出来事が増えたんじゃない。そう、キムチ味噌汁うまいんだ。そう、最近ね作ってるキムチ味噌汁があって、それがいいんだよね。もう小松菜茹でて、うん、キムチをボーンって入れて、うん、味噌溶くだけで超うま味噌汁できるよね。鍋みたいなね、野菜取ってる感いいよね。ね、キムチって白菜だもんね、うん、彼女おじさん化問題はさ、うん、世間的に大きな問題だと思ってる。なんかよく聞くよね、うん、よく聞くし、うん、こっちから言わせてもらえば、うん、どんだけ夢抱いてんだよ。そうよね。まあそれもあるよね。でも、うちのポイントは、うん、トモヤがおじさん化してないこと。赤穂だけ、うん、その2人がしてたら分かるんだけど、うん、分かるっていうか、まあ、お前だってそうじゃんっていうやつじゃん。うちらはトモヤが全然若いから、うん、なんか久しぶりにさ、この間昔の写真見たじゃん、うんうん、おじさんには絶対なってないって思った。ああ、小綺麗になった。小綺麗になった気がする、昔より多く。トモヤ綺麗になったよね。やっぱヒゲ脱毛したからさ、ヒゲがなくなったのがさ、若く見える気がする、僕。それヒゲ濃かったよね、昔。トモヤは、だから少年化してる。青年化。あ、青年化した。綺麗な。男はヒゲ大事だよな、絶対。容姿でしょ。まあね、顔別に容姿じゃないもんね。あ
と自分が思うのは、じゃ一人のさ、時間増やしたいみたいな話結構してんじゃん。だからかわかんないけど、トモヤが、あ、そうだ、先にお風呂入って出て、トモヤが入ってる間に、もう髪とか全部早く終わらせて、プシュッて。そう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 。自分でおつまみも作って、お酒用意して、その写真を撮って、お風呂のトモヤに送ってる。そうそうそう。わざわざね。わざわざ。食べてるよーって。なんだよ。飲んでんですか。今から開幕だから。あ、そうかい。なんか温めない。だんだんお酒とかも、ビールとかハイボールになっていくのかなって。なっていくんだろうね。今はまだレモンサワーで踏みとどまってんじゃん、ビールとかハイボールになるじゃん、ちょ、いつか。味噌なくなっちゃうな。連絡入れといて。オッケー。誰に。はい、はい。あと僕は思うのは、いつから僕の目の前で着替えるようになったんだろうって。なんか記憶がない。気づいた時、気づいた時にはもうなんか普通に脱いでた気がする。いや、着替えてるって言っても、別にその辺でスポンポンになってるわけ。まあね、まだそこまで行ってないね。まだね。よくないって言うよね。よくないってよく言うよね。よくないっていうのを読んでから一時期、気をつけてた。すごい気をつけてた。ああ、なんかその時期もあった気がする。あれは、それはどうしたの。え、なんかトモヤ普通に開けてくんだもん。洗面所とかでわざわざさ、二人しかいないのに鍵閉めないじゃん。閉めないね。で、今から着替えるからこっち来ないでねとかも別に言わないじゃん。てかめんどくさいね、それはね。で、なんか着替えてきたらガラガラって開いたりするからさ、もう嫌。まあそっちの気持ちもわかるんだけどね。トモヤの方がファンの前で着替える。最初からパンって言っちゃう。だからそれもね、女の人だけなんか気をつけなきゃいけないから嫌だね。まあ分かるんだけどね。まあ分かるんだけど。じゃあ気をつける。嘘つけ今の。ね、あと昨日思ったおじさん現象。何、自ら進んで言うの。自分がおじさんだっていうこと。この辺かよって。お尻のちょっと下とか。いや、それ書いてるとさ、おじさんっぽくない。その仕草ね。そうそう。それでなんかもうテレビとか見始めたもんな。お腹とかたまにさ、水疱瘡の跡がかゆくなるとこあんの。そこをさ、かいかいってやってたら、おじさんみたいだな。でも、そう見せれるっていうのはいいことだよ。うん、ね。家の中で一番リラックスしてたいじゃん。そうだよね。それは外でやんないよ。それができない方が、きついだろうな、とは思うよね。いい塩梅でやんなきゃいけないやつだね。そうだね。嫌なくなったらいいよ。あ、そうだね。ちょっと度を超えてきたら、お互いよ。僕もだって僕がなるはずじゃん普通。そうだよ。だからトモヤは若穂より2歳若いから、カホ2年前は今のトモヤくらいだったから。確かにそうかもしれない。じゃあ僕2年後にカホになるのか。そうだっけ。水餃子が入ると一気に鍋感出て、最高なの。でもおじさんって別に悪じゃなくない。悪じゃないよ。なんでそんな悪い意味合いに感じちゃったんだろう。本当に悪くない、大人になった証拠じゃん。そうだね、いやだから、だらしなくないおじさんだったらいいんだよ。そうだよね、イケおじだったらいい。そう。うわー、美味しそう。最高。何味にすんの。鶏ガラかな。今は野菜炒めうまいよね。いや、野菜炒めうまいとかないよ。今日はだから塩だれ系。あ、そうなんだ。うん、もうかっこいいおじさんになりたい。冷え脱毛とかさ、歯の矯正とか頑張ってるわけじゃん、時間かかるじゃん、それ。ねえ、かかっちゃう。それこそおじさんになった時にやっとだよ。全てが終わる。でもさ、本当にトモヤはヒゲ脱毛してよかったの。悩む時ない。だってもう生えてこないんでしょ、ね、俗に言うイケオジみたいな人はみんなヒゲあるよ、ね、そうそう。その時嫌だったから、ベストに、ベストを尽くして、今のベストになっていこう。そうだね。うまく言えなかった。でも寝てきたね。うん。よしよし。美味しそう。美味しそう。違う。キムチ味噌汁。美味しいんだよね。本当に美味しいんだよ。この見た目で味噌汁の味すんの。そうで、最近、さっき川がおじさん化してきたって話したと思うんだけど、それをさらに加速させるものがうちに来ちゃって。そうそう。それを紹介します。うん。こちらです。じゃーん、
これは X ジミーのホライズンプロっていうものなんだけど、うん、プロジェクターだね。そうだね、うん、おー、まずかっこいいよね。うん、これがすごいかっこいい。で、引っ越ししてからずっと欲しくて、うん、プロジェクターが、そうそう、探してたんだけど、うん、なかなかね、いいの見つからなくて、うん、だけどこの子を手に入れましたと。はい、うん、出会っちゃったね。出会っちゃいました。で、もうこれ 2,3 週間くらい使ってるんだけど、うんうん、とにかくすごい、すごいよね、うん、感動してる僕は、うん、良すぎて、うん、本当に毎晩使ってる、うん、本当にずっと使ってる、うん、使い続けてる、うん、2,3 週間使ったからもう、うん、良さがしみじみと分かってるって、うんうんうん、ちょっと紹介していきます。はい、でこの Horizon Pro は 4K プロジェクターなんだけど、うん、マジで綺麗、映像がすんごい画質がいいよね、うん、本当に綺麗。映画を見たんだよね、うんうんうん、この間暗くして、そう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 、その時がもう一番うおーってなった、うん、映画館じゃんって、うん、なるんだよね本当に。そうそうそう、綺麗すぎて。でなんか 4K の映像とかも試しに見てみたんだけど、うんうんうん、うわーってなるよねすげーってなるよね、うん、あとさ、うん、プロジェクター買いたいってトモヤが先に言い始めたじゃん、うん、でカオは正直そこまで最初は乗り気じゃなくて、そうなんだよ、カオ渋ってたそうそうそう、あのそんなに明るくないと思ってて、うんうんうん、見るためにすごい大変だと思ってたのでしょ。カオはどうせ、うん、あの学校のさ、うん、そうだよ、小学校の時に見てた映像のやつだと思ってたそうそうそう、それぐらいだと思ってたからさ、はい、けどねこれはね、うん、もう本当に明るく映るから、うん、夜だけじゃなくて、うん、昼とかでも見れるのね。それに、うん、本当に普通にびっくりした。そうそう、昼間に別にカーテンしてなくても見えるぐらい、うん、見える見える、うん、この投影面の明るさは、うん、2200アンシルーメンっていう、うん、すごいレベルの高い明るさ出せてるんだって、うんうん、あとプロジェクターで重要なのって音だと思うの、うんうん、で音に関してはここにも書いてあるんだけど、ハーマンカードンのスピーカーを使ってて、多分聞いたことある人もいると思うんだけど、うん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 、いいですBGM とかもかけてるじゃん、うん、これで、うんうんうん、そう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 、そういう時に楽器の音がするって、そうそう、結構言ってる。そう、ライブ映像を見た時のギターの音が、うん、うわめっちゃ聞こえるなって思ったの、うん、僕、うん、ね、すごいよね、うん、違いを、僕音に関して全然自信ないけど、うん、耳に関しては、うんうん、やっぱ違うもんなんだなって思った、うんうん、そうだね、うん、だから画質、明るさ、音質全部が高性能のスペックのプロジェクターなんだよ、うんうん、これ1台だけあれば、うん、最高の映像体験ができる。おー、たった1台でかっこいいね、うん、じゃあ起動します。はい、6秒でつくから、うん、うん、おー早っ。で、今ここでピント合わせます。できたこれがすごい、すごいよ ね、 ね、こんな今みたいな感じでオートフォーカス機能があるから、うん、ピッて、うん、ピントが、うん、でプロジェクターってこうなっちゃうじゃん、うん、この障害物があると影が映っちゃうじゃん、こういう風に植物とかね。そうで、カホタがこうやって遊んじゃうんだけど、うん、こういう風に物があった場合に、うん、これも避けてくれる機能があります。障害物自動回避機能って言うんだけど、ポチッと押して、こうカホが映ってるんだけど、これをいけ、ひゅっと避けてくれる機能があります、うん、だからうちは、うん、ここに結構かぶっちゃうときあるから、そう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 、ピッてこう動いてくれる、ね、プロジェクターってさ、うん、台形になっちゃうときある、うんうん、その補正を、うん、一瞬で今からしますで、うん、こう斜めちゃってるのが、うん、おお、すごい。なんか奥に行った感じになるよね右側が。そう、これで正面から見てちゃんとまっすぐに調節されるの、うん、自動で。プロジェクターって言ったらさ、うん、映画見るものっていうイメージあるけど、うん、あのアーティストのライブ映像とか、うんうん、スポーツとか、うん、YouTube とか、うん、そういうの見るのもいいよね。いいね。好きなものを大画面で見る、うん、ね、これより全然大きくなるからね、まだ、うん、あとこれ Android TV が入ってるから、うん、ネットフリックスとか Amazon プライムとか YouTube とか、うん、いろんなエンタメコンテンツがプロジェクター単体で楽しめるっていうのがすごい、うん、いいね。で、入れたいやつをどんどん後から追加もできる、うんうん、で、あとね HDMI 挿すところもあるから、うんうん、ゲームしたりとか、うん、あとブルーレイ見たりとか、うんうん、っていうのもできます。ゲームいいでしょこれ。これいいね。ね、楽しそうだよね。でっかい画面でゲームするのってちょっと憧れあるよね。急げ急げ、お腹が持たないぞ、持っていけないや、これじゃ一口飲んでって。うまい。
ちょっと味濃いか多分大丈夫だよ。かほな、僕の味の濃さについてこれると思うけど、ついてこれるかな僕の味付けに。いそう、料理系のゲームに。そう。いねえか。いただきます。うまい。いいな。じゃあここに家を作ります。いいな。本当に羨ましいんだけど。おいしい。おいしい。よかった。なんか家でこんな味の食べたことあるぞ。いや誰でも作るよ。なんだそんな実家の味とかじゃないと思うよ。そうなの。ということで今回は、うん、ホライズンプロ、うん、このプロジェクターを、うん、紹介しました。はい、まずこんなに手軽に、うん、こんな綺麗な映像を楽しめるのがねすごいと思った。うん、うん、であとリモコンで電源ボタンポチって押してすぐつくっていうのが、うん、なんかもう本当にテレビつける感覚と一緒だから、うん、それでこんなになんか楽しめるプロジェクターってあるんだなって。すごい楽だよね。うん、楽、手軽なのがすごい。ポンって置いてプッってやったら、ね、もう始まれるんだ。そう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 。だから結構音が良かった。あ、音良かったね。うん、ライブ映像もだし映画もだし、うん、臨場感出るよね。そうそうそう。ここからすごいわーって綺麗な音聞こえて、ね、ちょっとワクワクしちゃうって感じね。今回ご紹介したホライズンプロは返却不要の無償モニターを現在募集中です。うん、この製品が欲しいなとか試してみたいなって思った方は概要欄のリンクから応募してみてください。本当におすすめなんで。うん、しかも無償モニターでしょ。そう、これはね、これマジでいいよね。うん、感動してるもんね。うん、うん、ぜひ皆さんモニター応募してみてください。はい。